はい、どうも、関根兄です。さてですね、業界のプロにいろいろ聞いちゃおう企画第2弾。本日のゲストは、中森明菜タトゥーの時に大変お世話になりました、レコーディングエンジニアの中村寿司さんをゲストにですね、お迎えしております。いや、どうも、お久しぶりでございます。お久しぶりでございます。何年ぶりでございますかね。何年ぶりですかね。その歴史を自分で振り返るっていうの、本当にこの話来るまでなかったんで、調べました。だからタトゥーの時を言いますと、1988年なので、その時代ですね。何年前っていうのはやめときましょう。いちいち古いんで。もう絶対年代でいくっていう。昭和最後ですもんね。63年です。ああ、そうか。そうそういうあれもあります。ですね。ジュージさんは、キャリアスタートは、ワーナー。公式にっていうか、プロのバーという意味では、ワーナーパイオニアっていうのが最初のバーなんですけど、このエンジニアっていう仕事をしようと思ったきっかけは、もう中学の時の同級生、これがピアノ弾きで、五輪真弓さんの、恋を、ちゃう、愛を、じゃない、なんだっけ。有名なヒット曲のピアノを弾いてるやつなんですよ。それが同級生、中学2年の時の吹奏楽部の同級生。それに会って、もう演奏するとか、音楽を書くとか、もうそういうことは、もうその時点で僕は叶わないと思ったんですよね。でもなんか、その音楽の仕事をしたいと思って、そいつのうちはスタジオだったんで、そこで、その録音する仕事っていうものがあるっていうのを知ったのがきっかけなんですよね。大きな意味では。だから、エンジニアって多分、当時は多分ほとんど知られてもいなかったし、あんまり、僕としても。だから、それがきっかけでずっと思い続けてて、大卒の時に、結局、ワーナーに入ったんですけど、その時はもう東京にいらっしゃった。いえ、それも偶然で、前の年に中途採用っていうのがあったんですね、ワーナーで。で、それの8月に応募したら、来年、何年ぶりかに新卒を取るっていう話があって、あなたはちょうど大卒だからその時に来なさいと言われて、で、来る年受けて、13人が入ったんですけど、地方出身者は私だけ。だから入社してから初めて東京に出ました。実は今日はズームでやらせていただいておりますけど、なぜかというと、今在住お住まいは京都そうです、そうです。ですよね。なので、ちょっと今日はリモートな感じでやらせていただいておりますけど、後で見ると多分時代もちょうど 分かっていいかな。そういう時だったよな、みたいそんなこんなでですね、僕と寿司さんがお会いしたのは、中森明菜ちゃんのタトゥーが最初ですけども、ワーナーに入られて、実はタトゥーの時ってもうフリーになられてたんですよね、ワーナー辞められそうて。ですね。ですよね。ワーナーっていうのは何年ぐらいいらっしゃったんですか？4年半です。4 年半。なるほど。で、師匠が石崎さん。そうですね。当時、プリズムとかやってらして、僕が入った時は、その後に入って、で、来られる古川さんとか菊池さんっていうのはまだいらっしゃらなくて、石崎さんの取るとあのドラムの音がとにかく憧れの対象だったんですね。で、この人についていこうみたいな 感じで、
まあ、石崎さんというのは実は、アキナちゃんでいうと、不思議というアルバムですよね。もう出せないですけど。実を言うと、ユーロックスで僕のバンドのエンジニアの石崎さんにやっていただいて。で、デビューの時は島さんだったんですけど、あ、そうでしたっけ？そうなんですよ。おでも、お、はデビューからはずっと島さんにお願いしていて、当時あ。島さんは係長かな。そうですね。課長に松本さんという方がいらっしゃいまして、その下に、島さんと。島さんは、だからまだっていうか、バリバリの現役ですね。松本課長っていうのが、小林幸子の思い出酒でヒットを飛ばした、エンジニアさんだったんです、やっぱり。ですけど、ちょうど、だから、その時に、現場を辞められて、島さんはまだ現場バリバリでの課バリ長。バリでしょうね。で、フリーになられ、スタレビとかやられてましたよね。セレビがだからいる時から石崎さんにくっついていってたので、公式にはだから録音家としては僕はエンジニアの仕事をさせてもらってないんですよ。中でデモを撮ったりとか、スタレビのきっかけになる深川さんっていうディレクターがいるんですけど、その深川さんにデモを撮らせてもらったりとかはしてたんですけど、当然外部のスタジオに行くってことは公式にはなかったので、就業後、石崎さんがワーナーの仕事の公式の、スタレビなんかはそうですけど、当時は、内職っていうのも普通にありまして、皆さんだから よそのレーベル、よその会社の、ミュージシャンもみんな取ってたんですよね、普通に。で、それを内職って言ってたんですけど、就業時間後というあれで、行った時にそこにお邪魔させてもらうという形でいろいろ勉強させてもらいましたね。結構だからワーナーでデビューした差配さんってギターの、すごい今もアレンジャーでもすごい有名な、方いらっしゃいますよね。それを深川さんが見つけてきて、ウグイスっていう名前でデビューしていたりとか、それも石崎さんがやってますし、ロックものはほぼ石崎さん、石崎さんもちろん歌謡曲も、木綿のハンカチーフとかね、めちゃくちゃ有名なのを歴代やってるんですけど、プリズムを筆頭にやっぱりそういうロックものを、そうですね、お亡くなりになられましたけど、青山純さんだ、ドラムが。もう、その音めちゃくちゃ素晴らしくてですね、プリズムのアルバムとか聞くと。から、外で、仕事をされてる時には、それを見に行くっていうか、聞きに行くというか、盗みに行くっていう感じでしたね。まあ、エンジニアの世界っていうのはあれですよね。なんていうの、手取り足取りじゃないですもんね。そうですね。石崎さん自身もそう言われてきたみたいですけど、テクニックとか教えてもらったことはなくて、当時はそのでっかい超セクタックの前で座って仕事してましたよね。で、絶対足を組んじゃダメだとか。そういうことはいろいろ言われましたけど、それはマナー的な問題です。マナーっていうか、実際当時はまだコントロールームって広くなくて、で、僕が、そうやってフリーになってからだんだんその逆転する時代がね、コントロールームと鳥のルームが同じぐらいとか、場合によってはもうブースだけみたいななるのはずっと後の話なので、後ろが狭いんです。で、後ろに、ディレクター席があったりなかったり、後ろに申請並べたりしてましたよね。
だから、そういう意味で、まず後ろに体を下げちゃいけないっていう なんか、マナーもありますけど、実際上のね、なんか、あれで、そういうことはきつく言われましたね。なるほど。そうですかね、なんかアナログ機材だから、なんかぶつかったりとかしたら、ね、やばいっすね。ぶつかったりとか、一番危ないのはやっぱりお茶とかコーヒー。はこれは、いくつか経験してますよ。やばいの。俺もありますよ、SSL の卓の上にアシスこぼタント。した。コーヒーじゃない、コーラをこぼしたんですよ。うひゃ。最悪ですよね。砂糖の入ってるものは最悪なんですよ。そうですよね。コーヒーもそうだけど。そこで、確か、何チャンネルかダメになったような 300万なんですよね。そうですね。1本がだいたいアバウト100万。100万。その時代ですもんね。スタレビは要君とはね、よく下北でよく飲んだんですけど。そうですか。行きましたよ、僕も、石崎さんと。それも、だから仕事終わりでそのまま、連れて行かれて、朝まで飲んで、で、会社はフレックスっていうのがあったんですね、当時。11時から2時までのコアタイムに出勤すればいいっていう。でも僕らはペイペイじゃないですか。だから、朝9時半から10時に出勤しなくちゃいけないので、3時、4時まで飲んでても僕らは行くわけですよ。石崎さんは来ない、2時ぐらいまで。ありましたよね。下2北時台のなんですけど。踏切の風景とかよく覚えてますね。8に行きました？ 8？ 8は藤倉さんです。藤川さんですね。石崎さんは何だっけな、花月じゃないし、小劇場の人がよく集まるとこ行って、そこでよく劇団の人が喧嘩になってるのってよく見てましたね。ありがちな。熱くなって喧嘩始まるんですよ。本当ですか。ほぼ100%と言っていいほどなるんですよそうですよね。ね。熱い時代っていうかね。そうですね。いろいろと人間味あふれる時代でしたね。どこ、何に関しても。もうそうですよね。レコーディングに関しても何でもそうでしたね。ということで、そのレコーディングの熱い話を。じゃあ、中森明菜さん話になっていくんですけど、一番最初、明菜ちゃんに関わったのっていうのは何パーセンですか？自分の記憶ではそうだと思うんですけどね。だからタトゥーの1年かぐらい、1年か2年前、制作のあれでちょっとわかんないですけど、何パーセンのアレンジが、若草圭さんという方で、これは後に僕のその事務所へ入るきっかけにもなるんですけど、もうちょっと遡ると、矢野辰巳さんっていうウルトラマンとかやってらした方の作品とかやってて、その矢野辰巳さんと若草圭さんは同じ事務所だったんですよね。で、若草圭さんの仕事をちょこちょこやるようにはなっていて、で、なぜかっていうか、弦取りの取り音とか取り方を K さんに気に入られてて、で、ナンパ線の弦だけ呼ばれたんですよね。他のリズムとかそういうのは違うんですけど、石崎さん、多分石崎さんなんですけど。なるほど。そうですよね。弦難しいですからね、取るのね。そうですね。だいぶもうさすがに枯れてきましたけど、私も。ここのとこでは、やっぱりちょっと、取り方も、ちょっと変わりはしましたけど、昔の定番のね、取り方っていうのを、始めた頃は、ある程度、8ナで取るか、ショップで取るか、みたいなの、ぐらいの違いはあったとしても、やっぱり
少しクラシックものですから、弦っていうのは ある程度の方は特に日本では6422とかいう言い方しますけど、はいはいはい、ファーストが何人です、はい、そうですよね、ファーストバイオリンが6人、はい、セカンドバイオリンが4人で、ビオラ、チェロが2人、2人みたいなね、そういう感じですよね、はい、だからそういう方があったので、まあ、それの取り方みたいなのは、うん、ある程度そのスタジオ行って見てると、そんなにめちゃくちゃ変わらないですよね、どのエンジニアも、まあ、ミックスなんかではバラエティはちょっといろいろありましたけど、うん、そのいわゆる歌謡曲につける弦だったらこんな感じ、うん、もうちょっとそのビートルズ的にこんな感じだったらこんな感じ、うんうんうん、でもうちょっと劇版みたいなクラシック寄りな場合はこういう感じみたいな、ある程度のそのセッティングの方法っていうのはあったので、うん、それよりもやっぱアレンジによって取り方がすごいやっぱ変わるん で、うんうんうん、で今でもそうですけど、若草圭さんと例えば今私がいますイマジンの田中光平さんの弦とではやっぱ取り方が違うと、うん、アレンジが違うので取り方が違う。なるほど、はい、ものすごくそのクラシック寄りな人はある程度フェーダーを固めたらバランスを固めたら、うん、そんなには動かさないですね、うんうんうん、もうシメロがもうチェロに来るとかビオラに来るとかだったらちょっと上げなくちゃいけないんですけど、うん、そうでなればそんなに上げないんですけど、もうちょっとそのポップス寄りっていうか昔で言えば例えばマントバーニーとかちょっと古いですけど、ああいう弦になるともう常に手をフェーダーにかけて次これ来る次これ来るっていうのを準備して取っていかないといけないんですよね。なるほど、はい、でそれがやっぱり譜面上でパッと最初渡された時にあシュメロがこっち行ってるとか、でももちろんアレンジャーに次あっちだからって注意されるんですけどね、一回目練習の時とかそういう時にこれがちょっと聞こえなかったからもうちょっとあれはついてねとか、ついてっていうのはその音量上げてねっていう意味なんですけど、それと当然その当時はチャンネル数っていうのは限られてたので、一番最初始めた頃はまだアナログ、はいはい、24チャンステレオ24ですよね。まあたまにアンペとかもありましたよ、まだ、はい、アンペックスもありましたし、チャンネル数が限られたので、はい、そのアンビエンスマイクとオンのマイクとで、まあ、別々にさらに細かく立てるマイクとかあっても、うん、それを全部バラで取っとくわけにいかないんですよね。はい、今みたいにね、ええ、もう今だったらやり放題ですけど、ね、もう撮るマイク一本一本に全部違うチャンネルを使えるんですけど、昔はそんなことしたら24チャンで実際24ないですから、そうですよね、クリックは当然入るので、はい、それで23って言いたいとこですけど、隣のチャンネルはリズムしか撮れない、なんでかというと漏れるんですよね、うん、クリックの音が漏れるんです、漏れるんです、だから静かなものしかは取っちゃダメなので、まあ、制限があった。だから実質上は 22.プラスアルファぐらいのそうです、ね、あれなんで、まあ、ドラムベースもそうですけど、まあ、弦なんか極端な場合は弦を2チャンで取らなきゃいけない、はいはい、もうそのアレンジ上のもうすでに入ってるものからいくと、もうあと歌取るチャンネルを考えたらそれしかないとかいう時もあったんで、それもすごい、制限があって、とにかくアレンジがものすごくその上げ下げを要求しているときはもう必死でしたね。うん、一発でそういうのまあある意味弦の一発撮りみたいな形ですからね、全オケではないですけど。そうですね、まあ今劇版なんかそうなんじゃないですか。いや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 、劇版はもう本当にバラになりましたよ。ああそうですか。僕の最後が
通ちゃん一発撮りの劇版 の、初めの頃で一発撮りが最後なのが笑うセールスマンなんですよ。ああ、笑うセールスマン。はい。もう今は亡き日活スタジオって乃木坂と六本木の間にあるスタジオがありまして、でそれはもう通ちゃん登録、うん、ドラムからベースからギターからシンセから弦も木管も全部同時、うん、それをいっぺんに、撮ると、命がけの仕事ですよねもうああいう仕事は本当ね、もう今となってはちょっとしんどくてできないですね、うん、まあ、またその話はまた後でまた振り返りたいんですけど、はい、で、ナンパ戦の後がタトゥーに飛ぶことになるんですか、はい、秋田さんではそうだと思うんですけど、調べたとこではワンダーとかクルーズっていうのはもっと後ですかね、後でしたかね。ワンダーとクルーズはちょっと後じゃないです。ワンダーそうですね、クルーズはそうですね、クルーズが89年、うん、だからやっぱりタトゥーの方が先なんですね。タトゥーがそうですよね。ええー。僕の中ではどっちかというと、もうタトゥーで終わったような気が、タトゥーアイミスタショックで終わったような気がしてたんですけど、違うんですね。88年の5月18日発売だから、タトゥーが。はい。頭ぐらい撮ってますよね。ですね。タトゥーって、はい、あれ、どこのスタジオでしたっけ？Facebook でお会いしたときに多分お話しきっかけが朝日サウンドスタジオだったと思うんですよね。ああ、テレ朝？はいはい。だから打ち込み関係はなんかあそこでやってたような気が、打ち込みじゃないか、シンセ手引きですかね。打ち込みしてないですもんね。ああ、いや、でも小西君ってシンセオペレーター。あ、そこで話が確かつながったんですよ。あ、小西君だって、小西さんが僕誰だっけっていう話になって、うん、で、アンリさんが確かつなげてくださったんじゃないですかね。タトゥーでホラーシーズエンジニアやってたっていう。そうそう、それで小西君が当時はシンセオペレーターをやってくれてたけど、まだそんな打ち込みがどうだったんだっけな、まだ Mac プラスぐらいの時代だと思うんだけど。 Mac でやってらっしゃいました？だなパフォーマーがやっとこさ出たぐらいかな多分リットできないパフォーマー最初の普段のなんかテンポチェンジなんかできないみたいな。そう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 、それでだからなんかイメージとしてはまだ MC4 とか、そうですね、うん、時代な感じもしなくないんですけどね。ドスマシンで呪文を打ちながらゲートとCV ゲートでする的なはい。でもあれドラムとかは新生ドラムですよね。そうです、そうです、ね、だから打ち込みあれ生で多分叩いてなかったと思うんで、生じゃないですね、浅いサウンドでずっとこもってやってた感じなんですけどね。テレ朝でしたね、はい、セディックは使わなかったですか？はい、セディックは使わなかったですか？タトゥーはセディック使ってない。うーん、セディックでイメージあるのはなんだっけな。僕は中村さんアレンジャーのさとしさんの仕事でセディック缶詰になった覚えはあるんですけど、多分違いますね。はい。アイミスタショックの時かな、じゃあセディック。ブラスとかはセディックだったかもしれないです。生入ってました。アイミスは入れてなかったかも。あ、違う。タトゥーは？タトゥーはブラスはシンセですよ、あれ。ああ、じゃあ全然生がないかな。
確か、ギターとか、あ、ギベータスーね。ギはい。ター系、ピアノ系は多分生ですけど、生。ピアノ入れてないかもしれないな。もう忘れちなゃった。ので、そう、あんまりだからタトゥーミスで生撮りをした覚えがあんまりないんですよね。そうですよね。もうまさしく80年代後半90年代サウンドかなと思うんですけど。ちょうどデジタルに移行するくらいですよね。テレコはさすがに3324か。ササニを使24、ってました？どうだったっけ ?48 になってました?いや、48じゃなくて、うん。スレブ回してませんでした、アナログで。アナログスレーブ、アナログ2台で。いそや、もうね、3324終わりかけだったと思いますよ。あ、そうですか。88年で。だから、早いとこはもう48になってたかな。僕はその、さっき言った笑うセールスマンは同録なんですけど、そこのスタジオで3324は確実に入ってたんで、入ってるけど使ってないっていう。どうだっけな。でもなんか3324とアナログを同期してとか、なんかそんな曖昧ですけど、そんな時代だったような気がしますね。そうですね。一番多かったとは思います。僕がセリックにいた頃は、アナログ2台、あるいは3台とかいう時代だったんで、それを私が卒業しているので、もうデジタルと3324とスレーブ、あるいは33242台ぐらいでしたかね、多分。で、ジュリさん、タトゥーの歌入れはやってない？やってないです。で、一番歌入れをやっていた、佐藤さんにちょっと昨日確認したんですけど、ありがとうございます。で、もちろん、スタートは師匠の石崎さん、で、ディレクターも島田さん、で、スタートして、で、もう結構ね、83年からもう、佐藤さんがボーカル取ってるって。ああ、そうなんですよね。だからほぼほぼもう石崎さんもすぐそのボーカルからは外されてっていうか なるほど。もうほぼほぼ歌は佐藤さん、後期にマイケル・チマリンっていう。ボーイのエンジニアですよね。ボーイですよね。で、昨日ちょっと打ち合わせで言ったように、僕が、ボーカル撮りを最後にしたのが、市街の近くのサウンドバレーっていうスタジオで、で、まあ、それも待ってたんじゃなくて、当時ポケベルで、渋谷あたりをうろうろしてる時にポケベル鳴って、今すぐ来いって言われて、で、サウンドバレーに、呼ばれて行って、で、まあ、サウンドバレーっていうのもまた天井低くてね、そうですね。照明も暗くて、陰気なスタジオなんですよね。そういう陰気なスタジオに呼ばれて、全員ピリピリしながら緊張してるところで、明菜さんがやってきて、で、タトゥーなのかミスターなのか分かんないですけど、それの、ボーカル撮りをしようと思ったんですけど、ご機嫌斜めでなるほど。夜中に呼び出して呼び出されたんだけど。その日はなかったんですね。その指輪された日は。で、まあ、それも何日か後にもまたバレエで会って、で、まあ、この辺はちょっと僕も記憶が定かではないんですけど、そのタトゥーの、そのこのジャケットには写ってないか、
テレビとかに出演されてた時に、手話の、はい、マイクを使われたの。外国マイクですよね。はい、外国スマイク。あれを鳥に使いたいって言われたんですよね。レコーディングの。レコーディングに。はい、で、バネにはなかったんですけど、はい、で、あれを使いたいと言われて、で、ちょっと僕は、やっぱりその、あれ、ダイナミックマイクっていうか、ちょっと特殊なマイクで、ムービングコイル、正しくはムービングコイルなんですけど、やっぱり特性的なもんもあって、エンジニア的にね、ちょっとしんどいなと思って、ちょっとマイナスなこと言った、あのマイクは鳥にはみたいなこと多分言ったんだと思うんですよね。で、クビになりました。使ってくれないよな、あんたいらないって。いやいやいや、そうか。で、実際佐藤さんに確認したんですけど、うん、もうほとんどの鳥は M49 っていうノイマンの、はいはい、まあ今ヴィンテージでめちゃくちゃね、うん、価値のあるマイクですけど、はい、それで撮ってたっていうんですよね。4級がメインマイクだったんだ。まあだからやっぱりステージの時と考えて見た目、まああれなんか合いますよね、やっぱりステージで見ててすごく、うん、いい感じなのでロックな感じもしますしね、うん、骸骨マイクは、うん、単なる55だったかな、55っていうマイクなんですけど、はい、なるほど、はい、ありがとうございます、調べていただいて4級で撮ってたのか、というかサウンドバレーとかも使ってたんですね、歌い入れで。いや、だからいろんな都合ですよね、やっぱり当時の多分車でつけやすいとか、うん、もう当然めちゃんこ売れてたのでね、で主に当然佐藤さんで撮ってたのはチェリーアイランドっていう青山の2階にある、ヤングジャパンが入ってるねビルのスタジオで、そうですよね、そこがまあ外も見えるし景色もいいっていうのと、うん、佐藤さんが男前だというのでずっと、はい、もういろんな要素がバッチリという、うんうん、ことで、まあ、バレエはすごく多分少なかったんですけど、もう一つあるのはそのあれ市ヶ谷とか新宿あたりで撮れたお弁当が好きだったっていうのもありますね、秋田さんの下地弁当、はい、はい、スタジオで秋名さんと十字さんって一緒になったことあるんですか？多分だからそのバレエの2回ぐらいしか僕はね記憶ないんですよ、ね、うん、はい、そうかそうか、はい、まあ、それ以外もうちょっとその前あったはずなんですけど、これもお話しした通りにトラウマで僕が記憶を消去してるんですよねやっぱね、ずっとだからポケベルを持たされてて、どういう、はい、どこをうろうろしても鳴るとビクってしますよね、やっぱね、うん、ほっとする時間がなくて4時間緊張しまくり、はい、多分石崎さんもね佐藤さんに振ったのはそういうのあったと思うんですけど、持たないよみたいな当時佐藤さんってまだ若かったですよね。僕らよりね多分一回りは違うと思うんですけど、うん、はい、チェリーアイランドか懐かしいですね。チェリーはね僕はスターダストレビューでももちろんあれですし、アニメのポケモンのボーカルじゃないメインの人のやつとかもやってましたし、思い出はいっぱいありますね。ね、スピーカーが回転する仕組みっていうのは新しかったんですよ。そう、前に大きなスピーカーがぐるーってこう回るんですよね。
で、あれは最初で最後ですよね。あれ、なんで明日なんでしょうね。わ かりません。スタジオのね、あそこ、スタジオ作られたエンジニアもすごい有名な方で、で、当時そのエンジニアさんに作ってもらったオーラトーンをいまだに使ってますよ、私。はなるほど。いいな、欲しいな、オーラトい。ーン。ねえ、なかなかいい状態というか。すごいですよ。だから何十年と現役ですね。いまだにいいです。タトゥーの時のは、はい。もちろん通りもやっていただいたんですけど、TD の時っていうのはどんな感じだったんですか？TD は、あれどこでやったんですか、トラックでも。多分あれも中野サウンドスカイか、もう一つがね、思い出せないんですよね。サウンドスカイか。あの時って藤倉さんでしたよね。藤倉さんもう、ですけど、現場は平井哲くん。やっぱりもう、出ちゃ現ないか。場、平井さん来てました。じゃあ、やっぱり中野サウンドスカイじゃないかな。てっちゃん好きだったかな。はい。あのスタジオ覚えてらっしゃいます？覚えてますよ。バーカウンターがあって、そうです、そうです、そうです。そのあれで有名になりますよね。バーに可愛い女の子が2、3人いて、ところがですね、僕がもうサウンドスカイに行った時は、そのバーの中の女の子は、みんなミュージシャンに食べられてしまって、みんな辞めちゃったっていう。なかなか危ない話ですね。危ない話ですけど、ね、いやー、そこのスタジオはね、可愛い女の子が酒出してくれるんだよねって有名だったじゃないですか。もうミュージシャンも絶対喜んできてましたもんね。指名がありましたからね。誰だっで、けな。僕らが助かるのは、ミックスとかやってる時に、あんまり入ってこない。バーで女の子たちとたむろってるから、うるさくない。で、しかもお酒が入ってくるので、だんだん良くなっちゃって、もうどうでもいいよって。どうでもはないですけど、細かいこと言わない。なるほど。あ、いいじゃないって。ノリが良くなってくれるので、まあでもね、考えてみりゃ、日本みたいにあんまりしかめっ面してやってるとこって多分外国じゃないんでしょうねと思いましたよ。ですよね。みみんんななんか、和気あいあいとね、シャン楽しパそうン飲んに。だり、ねそうなんだけど、まあ、サウンドスカイちょっとね、得意でしたよね。まあ特集ですけどね。でもそう、でもないか。他に、お姉ちゃんがいるスタジオなんてなかったですよね、確かにね。弊社にいるスタジオは中野さん、中野しかないです。まあ、そっちはあれとして、なんでミックスによかったかっていうと、フェーダーが96あるっていう、そうですよね。だから482台回しても、とりあえず全部立ち上がるっていうスタジオは、あそこしかなかったんですよそうね。ですよね。だからもうチャンネル増えまくったミックスはあそこでしかできないっていうかね。ただ、482台はなくてで、48と三菱の X850、32ちゃんの、32ちゃんですね。それもちょっと変わったスタジオでした。コピーしてからやるみたいな感じですね。そうですよね。なるほど。あそこ、タク SSL でした？SSL です、はい。ニーブって記憶があるんだけど、ニーブ？ニーブでしたっけ？ステージによって違ったかもしれないですね。A と B とかありましありたよましたね。これね。そしたら片方はニーブでフライングフェーダーだったかな？ニーカムフライングフェーダーだったかな？うわ、やばい。やばい。確かね、僕の記憶だとニーブのフライングフェーダーだったような気がしますけどね。そうでしたかね。僕、ニーブのフライングフェーダー苦手で、SSL は、ワーナーパニオが日本の2号機なんですよね。だから、導入されて、
マニュアル読み込んで師匠の石崎さんに教えてた。なるほど。当時。だから SSL はもう自分の中では一番手が動くタクだったので、カウントスカイそうだったかな。チャンネルだけでやってたのかもしれないですけど。でも SSL のような気がするな。なんかね。データがない。データがない。うん、もう昨日もうネットで調べたらサウンドスカイ出てこないです。あ、もう全然。そんなもんなんですね。寂しいですよね。せめてなんかね、当時のあれとか記録でもあるといいのになと思ったんです。そうです。だって、俺の記憶だと、確かサウンドスカイ2部が入ってて、2部のチャンネルこんなにいっぱいあるんだって言ってびっくりして、音不定なやっぱりっていうイメージがあったんで、うん、お姉ちゃんよりニーブの方が記憶がさすが強いんですけど、当時 の, まあこれは僕個人かもしれないですけど、鳥はニーブ、お年は SSL みたいなところは、はい、うん、ありました、ね、特にチャンネルごとにあるコンプリミッターとかがね、はいはい、非常に使いやすくて、うん、SSL のコンプはちょっとちょっとスレッシュードいじるだけでパコンって聞いたりして、それがちょっと不便だったので、その辺があれでしたね。まあ確かに SSL の方はちょっと痩せるとは言われてましたけど、まあコントロールはすごいしやすかったんで、まあ SSL の音がありますもんね。そうですね、やっぱボブクリアマウンテンの音に象徴されるような、うん、そうですよね、 SSL サウンドっていうのが、はい。じゃあトラックダウンは中野サウンドスカイ、ワーナーは使ってないですね。ワーナー、ワーナーでは多分落としてないですね。ワーナーで、秋名さん関係をやった覚えがほぼないですね。僕も記憶もサウンドスカイはあるんですけど、ワーナー行った記憶がない。確かにそう。マスタリングはあれどこ？ワーナー。ワーナーじゃないですかね。ソニーマスタリングでしたっけ？はい。なるほど、ね。とにかくアキさんのプレス枚数が多いので、うん、やっぱりソニーピクターに流れるように仕事が全部回ってたと思うんで、うん、50万枚とか言ってましたからね。だから、ソニーだけでも、例えば発売日全部に間に合わないとかはあったんで、ソニープレスとビクタープレスと両方あるとか、そういう、あとマスタリングはやっぱり、品の町ソニーにあって、まあそこから工場への流れから行くと、やっぱり便利なんで。うん、当時記憶これ曖昧なんですけど、はい、確か CD シングル初、アキナちゃんで初 CD シングル、アナログと CD シングルとカセットが同時に出たのがタトゥーだったような気がするんですけど、おうおうおう、アナログシングルってありました？タトゥーは、僕はそれはさすがに記憶ないですね。僕持ってるのもCD シングルですから、うん、僕もそうなんですけど、確か、CD が出始めの頃だったと思うんで、確かアナログカセット CD と3種類出ていたような、もう記憶が違ったら申し訳ないですけど、CD のマスタリングも当時大変でしたね。思い出しました。1630っていうソニーのビデオデッキを流用した、はいはいはい、マスターデッキで、アルバムとかマスタリングするときには単純に前から並べていくんですけど、全曲終わって2曲目と3曲目の間もうちょっとって言ったらまた1からなんですよ、ね、取り直すそう、頭からなのでまあそういうあれもあって、あとエラーっていうのがあって、で、ビデオデッキなので、当然欠落したりとかして、それの程度があるんですけど、ある
エラーレートを超えてしまうとそこでミュートかかるんですよね。でアナログじゃないのでそのミュートかかった時って完全無音になるので、しかも予想もしない音楽とは当然関係ないところで突如としてミュートかかるんで、こうやってアルバム最後全部視聴してて割と気持ちがゆったりしてきた時にパッと止まるともう心臓ブッと止まるかと思うほど。なるほどね。そんな僕はもうあの BVU のマスタリングって嫌でしたね。ありましたありました、確かに。なんか、うん、何回やっても止まる、うん。タトゥーのこだわりみたいな、エンジニアさんとしてのこだわりみたいなのあるじゃないですか。はいはい。だからやっぱり当時のやっぱシンセメインで、あの時ではリンドラムとか、あの対応してた頃ですかね、うん、イーミューとか、そうですね、リンとか、あとサンプリング、サンプリングがやっと出始め当初の頃ですよね。なんで僕らも そんなにやっぱり馴染みがないっていうか、新しい、そこをスタジオで撮らせてもらった時に初めて聞くみたいな、うん、サウンドだったのと、やっぱり16ビットだとか20ビットだとか、うん、で逆にサンプリングレートが 22K しかないとか、うん、当時で言えば、まあ、限界だったんでしょうけど、ものすごく荒い音だったですよね、うんうん、でそれをまた強調するかのようにコンプかけて、作るのサウンドをやっぱ海外で、一度いっぱいあったので、うん、それをいかに自分が負けないでやるかっていうのが当時のあれでしたね、目標でしたね、うん、タトゥーもクルーズの裏切りもそうですけど、やっぱりものすごく音が粒立ちが立ってるなと思いますね。全然ね、やっぱプロトゥールスと全然違いますよね。違いますね。だからデジ楽器としてはデジタルなのにね、うん、なんか当時の中ではまあやっぱ画期的なのもあったけど、まあでもそれを全部アナログタップで撮ってるのが良かったかなと思いますよ。あうん、その結構ジャギーで痛い音もあったし、うん、そういうものを全てが直データとしてあるんではなくて、アナログダック通ってからテレコに取られて、それをまたアナログダックでミックス、うん、というので、その割とジャギーなものも厚みが出て、うん、で最後やっぱ芯が備わるっていうか、熱量が備わるっていう感じが、うんうん、だから今聞くとやっぱ当時の90年代80年代後期の音っていうのを意外と作れないなと思っているんですよね。そうですよね、プロツールだとなかなかいかないですよね。いかないですね、だ少なくともね、行ってこいを両方アナログ使わないとダメなんだろうなと思いますね。うん、お年をインナーボックスでやるとやっぱり90年代の音にはなかなかならないっていうか、うん、やっぱな、僕なんか古い世代だから本当今プロトでやってても歯がゆくて、なんでこんなペラペラなんだろうなっていうやっぱ鳥でなんか外エクスターナルも使いで、タクがタクのプリ通りでテレコ行って、でまた落としの時に全部タクを通って、またそれが8バスごとにマスターフェーダーに行って、うん、っていうのがミックスでしたから、うん、アナログのサミング通る回数がめっちゃ多いんですよね、うんうんうん、だそこに
ニーブのカラーであるとか SSL のカラーも加わるんで、まあ、それを再現しようと思ったらやっぱたくさん機材が必要になりますね。そうですね、うん、今一番贅沢なそっか。で今一番やらないことでしょ、シンセとかそういうものが全部データで来るんで作家さんから。はいはいはい、はい、だから生は全部その昔と変わらない取り方をするんだけど、うん、シンセリズムのシンセとか打ち込みのものがやっぱりアナログ通る回数がすごい少ないですよね、うんうん、そこがなかなかならない、難しいっていうか、うん、僕なんかはもうそれが嫌で、プリ通して LA2 通してシチナノクも通してみたいな戻してみたいなことをやってますけど、手間かかるんですけどやっぱりどうしても、プラグインだけだとうんっていう、まあプラグイン最近いいのすごいいっぱい出てるんですけどね、そっか。いや、この久しぶりにね、タトゥーを聞いてたら、俺入れたかな、こんな音っていう音があって、サビ前に逆走じゃないんですけど、リバース音が入ってるんですよね。ああ、僕ちょっと凝ってた時期があって、裏切りの冒頭も、実は逆回転で、しかもドップラーが入ってるんですけど、うん、それは元にはなかったやつなんですよね。だからあれと思ってんこれはジュジさん仕掛けてるなそう、ぜひ皆さん、サビ前にうわって入ってるんですよねあれ歌逆走なのかな。何の、いや歌じゃないと思うんですね。やっぱりコードものとかドラムにリバーをかけたもんとかが一番効くので、そのなんかだと思います。歌もやってたから歌じゃないと思います。でも、はい、なんかの楽器を使ってると思います。やるなぁと思って改めてすげえと思っていや、どう、いやでも絶対やるときは聞いてますよ黙ってはやってないですよ忘れてるだけですかね、うん、でまあ基本的に俺そういうの大好きだから全然 OK だ。なるほどなるほど。で、タトゥーの後にその、飛んでますね、明菜ちゃんで言うと、89年ただミスターショックをやって、あ、そうか、アイミスもそうですもんね。はい、アイミスの歌は佐藤くん、あ、もう全部そうみたいですね。はい、まあ、その辺はずっとやってると思います。はい、そうですよね。はい、だからその続きだと思いますよ。僕そんなに長く秋野さんやってたわけじゃないので、でその後の、クルーズっていうアルバムの一番ヒットしたのがライアーですけど、はい、ライアーのミックスは聞いたらこれ僕のじゃなくなってるかもしれないです、まあ、そうなんですか。はい、僕の癖じゃないんですよね。で1曲目に入ってる裏切りはもうさっきも言ったように逆転でドップラー行ったのは私なので、うんうん、確実に自分 のミックスだってことが分かるんですけど、まあ、僕なんか洋楽好きだったんで、海外ね、やっぱクレジット見てね、はい、ミュージシャンの方は多分その当然ミュージシャンのクレジット見て買ったりとか多分されてたと思うんですけど、僕なんかはやっぱり演者のクレジット見て買ったりとかね、うん、そういうようなことあったんで、まあ自分としては事務所に入ってからはその映画とかでもクレジットは必ず入れてくれっていう要望だけはしてましたね、う
海外の映画なんかテロップでだーっととにかく延々とあって、どんな細かい仕事、お弁当屋さんであってもクレジットするみたいな文化みたいなのがあるので、それを必ず入れてほしいと。クルーズこだわりっていうのはどこかなんかあります？クルーズはその裏切りっていう裏切り。冒頭のあれがやっぱりその時ハマってた逆転で、っていうのと、これは当時、まあ今もずっと現役ですけど、歴史コンの480という、デジタルリバーブレーター。これが、まあ、ものすごく好きで、で、まあ、タトゥーの時も当然もう使ってますけど、これを複数台借りてですね。で、1台でステレオ2個出せるんですけど、これに、480はリバーブだけじゃなくて、コンプだとか、イメージャーとか、もうついてるので、マスタリングより前に、イメージャーを結構使いたくて、だからちょっと今聞くと逆走っぽいなっていう、音源があったりすると、その480のやつを使ってます。だからリバーブ2台、だから480自体を2台とか3台とか、まあ、贅沢ね、当時はできましたから、レンタルしてもらって、1日4万とか5万とかしたんですよね。1台借りるのに。でもそれをやっぱり借りれたので、あと、その逆転したやつにドップラー効果をかけたのも480の、機能の中のドップラーを使って、それを、3324だったか48だったか、あれ20秒サンプルできるんですよね。いりますよで、ね。それ取って1動かして合わせてみたいなことをして。だそういう、今プロツーでは当たり前にひょひょいってできるようなことを、一生懸命その当時の3348の機能だとか、デジリバーの480とかで、一生懸命やってたっていうのが、もう詰まりまくってますね、自分としては。ぜひそのクルーズの1曲目の裏切りは、もう89年ですけど、その当時のサウンド、自分の中では一番ベストなミックスになってるんで、この1曲目だけは聴いていただきたいなと思います。じゃあ、著作権上の問題があると思うので、概要欄の方に一応貼っときます。すいません。音源あるのかな？ YouTube にあると思うので、と思いますけどね。見ます。あ、そうか。いや、そんなこんなでですね。いや、もう本当プロトゥルスのと昔のその機材の違いみたいなお話もね、本当はもっともっと掘り下げてですね、僕は聞きたいんですよ。だからね、ということで、なんか、ちょっと一旦ここでですね、切らせていただいて、ちょっと第2部は、今は、ジュジさん、結構アニメやってらっしゃいますよね。アニそうメですね。劇版とかね。その辺の、お話をちょっとまた引き続きお聞きしたいと思うので、ちょっと一旦ここで切らせていただきます。はい。ありがとうございます。どうもありがとうございました。